オイラも気を失格。オイラはお前を信じ、今はまだ受け入れられないかもしれ。お兄さん言ってたよな、旅が何なのか。シュ、気にすんな。でもこれからどこに行けばいい。それって確かに、あの神、おお、もう風神と眼神の二、おお、だからどうやって行くか、オイラもだ、彼女に。こんにちは。あ、で、私にちょっと聞きたいこと。ああ、よかった。でも、すげえ、その方法を使ったからこそどれほど危険かがわかるんだよ。あの時頼ることができたのは自分のイカダだけだった。前方には嵐が、後方には追手がいた。逃げ出した後、何言っても終わりじゃなかった。そう、そんな危険だって、あそこは窮屈なんだもの。稲妻のさまざまな事、その勘、それから公共の悪口だから、どうしても、そう、それら問題を、稲妻に人を寄せつけな、あそこはただ、でもイカダは違う違う、あそこって、でもそこはあなたたち次第だね。南十字線、じゃあ実は目がたく、その服、チビじゃない、パイモン、気にしないでくれ。似たような、こいつは船と海風があるのに潮吟じぬのはいささか不それは教師だ、せっかくの機会の、ちょっと待って、お、南中参加にあたっての、もちろん二つ参加者はあんたみたいに、でもオイラたち、そう、結論、それも拙者が提供した、そんな所持者がなく、その抜け殻での、ああ、その強者を見つ、神の目を持ってないのなら、そうだぞ、稲妻、なんだ、もしあんたが勝ったら商品、こいつをぶっもちろんさ、今日どうする、
稲妻。よし、じゃあさすれば。極めるため、しかし俺と、はい、その師匠、ああ、あのお方は霊山、それもそのあの人は武術、彼が霊山派で家計飛行の一種で、例えば俺の過去に師匠に挑んだ人は確かに本当の国費がいる、もちろんです。ただ師匠、しかもその後ですので、私たちも神、大丈夫、そうですね、そうすれば周りから、ああ、そこのは、つまりお前も言う、そうだ、それに神の目は僕に、いやいや、別に少し自慢になってしまう、どんな試験にもみんなの目には僕は、そうか、こんなに自信、そんなのは、それにもちろん僕も何日か、ふん、よし、僕は試合前の準備をしてくるよ。僕の登場を楽しみに待ってておくれ。みんな自信満々だったり騙されてたり、実力が普通だったりで、警察層腕相撲を言う、次の方どうぞ。まずはお名前を教えてください。まさかあなた、嘘でしょ、本当に噂の、え、あの人神の目を持ってなかったの？この武道会に参加するなんて。その確認ですが、やっぱり彼女が操船儀式で国政様と話し、ちょっと彼女からサインをもらえな、この舞踏会は神の、本当ですか？でも本当に神の目は持ってないぞ。なんならも、すみません、失礼しました。形式的なものです。魔人オセルを討伐したことは、風魔竜な、優勝は彼女に違う、今から参加を辞退し、わかりました、はい、登録、大英雄様がこの舞踏会に参加するの、そのために来たんじゃ、他にも商品が、多分北斗さんがその商品、でも大英雄様いな、なるほど、誰も、あの、とにかく、そうだ、お前は勝ったから、それにこの程度の愛、じゃあ行こう。その自信に満ちた表情では、大注目の優勝候補、彼女の1試合目が今始まるぜ。君、なんか一般人よりも弱かったな。あの自信はどこから来てたんだろう。とりあえず勝ったから北斗のところに行こう。何か話したいことがあるみたいだぞ。あんたも見ただ、そうであるな、今までいろんな戦、だから
褒め言葉。うむ、悪くない勝負だ。ま、実はさ、それから参加を申し込む人が一般選手だから、あんたには直これがね、それに実際の実力でも。それはそうだ。じゃあまずは他のし、ついに来たぞ。お主の対戦相手は実力ではお、では おしゃべりはその辺にしときな。あなたの準決勝の相手、名はそこまで知れ渡っていませんが、本武道会の大英雄様の、このレベルの対決なら。はい、やっと来たぜ、大注目の準決勝だ。リーユへの英雄と本大会の台風の目、勝つのは一体どっちだ。商品に興味はない、お前が強ければそれだけで十分。汗がたくさん、認めよう、お前の方が。そうだな、もしよ、小さいだが手に、それからは神の目をも、いや、敗北の身が近い。これこそ機会があればまた勝負しよう、俺ももっと強くなる。そうだ、俺より強い、油断はす、おい、言っちゃった。決勝戦の相手について聞き込みに行こうぜ。君か、俺は3回決勝戦は俺を任し、少し俺の体格でも、ま、あれ、家計で相手の選手も避けなかったのは、それ怪我を負った、このことは私もし、すみません、そっか、はい、なんか役に立つ情報。実にお見事、相手の動きに慣れる、しかし迅速に体勢を立っ、実はあんたにとってこの舞踏会はちょっと聞き、そうでも彼はどうして、決勝戦であればまだ話してなく、学問を得れば武芸に優れ、お主の、おいおい、情報収集、彼女らはも、そうだソフィしかしその匂い、拙者と共に、行くぞ、無駄だ、行くぞ。行くぞ。辺りに人影、お主は元素力を巧みに、なんかさ、ああ、会勝負で不利な場面に落ち、拙者はよ、お主からは信じられ、お主らと神の目に頼る、それに、その複数の元素力を、ふむ、ではお主はいか、長い旅を経つ、正直もしかすればその、だがやは拙者が持っている情報も共有しよう、ではくらえ、くだらない、みんなを守るから、わめくがいい、ここだ、無能、ここだ、ここだ、ふむ、決勝戦に進出した人物は、そやつの勝利はそのほとんどが、言い換えれば礼には及ばぬ、やはりこの世は魔か、なんだかお前って、拙者が知りたい、何をもって神は、すまぬ、
お主らに不思議な力を見せてくれたれ。それが気になったのでござるか。今稲妻では神の目とは神からの恩、もしも七神、もう長いことなんか話を拙者がし、リーウェの契約がリーウェを生きる者のためにあるというのな。少なくとも鎖にし、なんかおや、前に雷神、時により左右さ、もし彼女を探したいのであればいつの日か。さあ、さ、そうだな。他にやることがないのであれば。うむ。まあいい、全員刺激的で緊張。あまたの劇的な試合のまず紹介するのは、そう、おお、準決勝で既に彼女の、本日の決勝戦は、そして、も、まったく、すまないが、みんなもう少し待っててくれないか。何はとも、待ってくれ姉君。お主もつ、どれどれ、し、盗まれ、そもそもいい、まさか急ぐ必要、ふむ、どう、神の目はせし、わかった、私はここにの、うむ、お主も共に来てくれぬか。でもここ、拙者と共に来てく、ふ、雰囲気、ちょうど良い風が吹いている。今が絶好の機会、風に乗って行こう。そのまま次の手がかりを探すでござるよ。盗む音が聞こえたのでござるよ。じゃあどうして止めなかったんだよ。敵にわかるでござる。ミュージックスタッ、くだらん、逃がさぬ。行くぞ。風よ、風が拙者たちを前へ導いてる。盗っ人は向こう岸に着いたようでござるな。得意げであった。この方角で間違いない。拙者についてきてくれ。道中待ち伏せを受けるかもしれぬが、お主ならたやすく対処できるであろう。野郎ども追ってだ、かかれ。砲塔弾、どうやら拙者の予想と大差なかったでござるな。道を開けてもらうぞ。逃がさぬ。この俺よりも足が速いとはな。逃げるため、どれほど船が速かろうと。風？ちくしょう。俺にも神の目があれば、この神の目を引け。神の目とはかん、それに言い換えれば、お前だが、それいん、やはり上がった上がった。この神の目は、お前が決勝、俺の実力なら優勝は、ま、準決勝を見た瞬間、正当な方法が、あれほど準備したのに、ケクサ。でもそれは脅しか。分かった、そういうわけに、それに商品、どうやら、ま、どうよ、くそ、話し合いがダメなら、無能。ここだ、ミュージック。くそ、生死の墓、神の目をの、
どうした？拙者は…いや、そ…よくわかんな…そのような人は窮地に陥った時、兄弟、残念なことに…そうでござ…あやつが…それに、主なきだが…さ…どうやら…なるほど、気にするでない。こうなると予想はしていただ…そうだぞ。それについては…彼は拙者の親友であった。ある日彼は拙者に無双の人たちを聞いたことがあるかと聞いてきた。拙者は当然その人たちは神罰が下る時にのみ見られると答えた。それは雷電将軍が達した武の極み、最強である証。しかし彼はその人たち手が届かなくもない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れると言った。その後メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は永遠を構築する河原となり果てた。そして拙者が放浪をしていた時、彼がメガリレーの執行者に御前試合を申し込んだと聞いた。御前試合は厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに無双の人たちに相対するのが彼の願いでもあった。しかし拙者が天守閣に着いた頃、すでに御前試合は終わっていた。ただ神罰が下り、彼の刀が地面へと落ちる音が響いた。それが彼の見たかった光であったのであろう。最後の瞬間、彼はどのような顔をしていたのだろうか、想像する間もなかったでござる。拙者は光が失せゆく神の目を奪い、そこから逃げた。拙者に理解できたのは、彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみ。だが拙者が浪人の人生には旅はずはさあ、そろそろ戻る。では、あれ、北斗姉様なら今回の南十字舞踏会の規模が北斗姉様はただ北斗姉様は優勝者の誕生を見られ、実は神の目を盗んだのはこの大英雄が賞賛がないと悟り商品を盗むという力はこの南十そうでは規則にのっとり大こんな優勝、いえいえ私はね、そうであろうな。だが果てしなく意志で天気までか、リーゆえのモラクスがとにかくこの木にせきっとうまく感謝する。最後に